一本勝負を行います。はじめに青コーナーよりハイビスカス2旧世忍者ランバル、なにわボンジョビーナスの入場です。続きまして、赤コーナーより栗原あゆみ、カラエロー入場です。栗原あゆみ大阪ラストマッチ、60分一本勝負を行います。青コーナー155センチ53.0キログラム、ハイビスカスミーヒー。同じく身長体重不明、救世忍者ランナル。赤コーナー160センチ62.0キログラム、カーナー。同じく164センチ58.0キログラム、クリア。Hurt!
見たことあるでこのシーン。はい、どうYeah!
される栗原歩夢選手へ、まずはじめに松山勘十郎選手よりご挨拶がございます、はい、引退前にシングルマッチできたのは本当に良い思い出でした。このお猿さんを見るために拙者を思い出してください。ご挨拶です。続きまして小木竹選手より皆さんにご挨拶です。お疲れ様でした。マスクのところで手を振って続きまして山下選手をお願いします。お疲れ様でした。続きまして全体を振り返ってくる選手の皆様お願いします。それでは続きまして明日引退を迎えます栗原歩夢選手より皆様へご挨拶がございます。今日は、こうやって頑張るフェスタで、引退の前日に、こうやって大阪に試合に、呼んでいただけて本当に感謝しています。皆さん本当にありがとうございました。大阪、最後、かなえの最後、旧姓忍者あゆみちゃんも、今日が最後でした。最後の挨拶の時に、まさかこんなものをつけて挨拶するとは思いもよりませんでしたが、大阪にこういうこともできるレスラーに育ててもらったと思っています。しますが、すごいランバルフェスタも、旧姓忍者あゆみちゃんも、女子プロレスも、プロレスはまだまだ続いていきますので、これからも、プロレスをあゆみちゃんは終わったよね。あれ、あゆみちゃん終わりました。あれ、私なんか言いませんけど、多分旧姓忍者何々みたいなのは多分続きますよね。続きますので、皆さんぜひ、これからも応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。皆さんお待たせしました。皆さんそろそろ紙テープの用意をよろしくお願いします。まだですよ。ねえねえあゆみちゃん、これで
私はあなたの姿に来て大正解でした。